マジでグルメ、明日が来るぜ、ファインドミーイン、グルメ。マジでグルメ、明日が来るぜ、ファインドミーイン、グルメ。In front of Family Mart, there's a really cool street vendor for ramen. And, noodle for ramen.日本の文化の屋台です。そうなんですか。なかなか詰めてくる。だって関係ないもん店に。ああまあ。昔と今は違う。あの江戸っ子だろって言うような感じで始まるのが大体屋台なんで。This is real style Japanese food。自分が入っていくのが本当の屋台なんで。Street vendors。なるほど。It's awesome。そういう屋台文化っていうのもきっとあるかもしれない。ないですね。アウトドアな。わざとそういう仕草をしてる。うん、多分2枚入ってるよこっちは。大大や。大だから。大盛りやけどね。そうです。いただきます。はいどうぞ。うまい。はいすいません。はい。イエーイマーク。いざラーメンを食べます。はい。そうです。ねえな。人生楽しい。いただきます。悪くないと思う。はい。うん、カレーだな。何を、おいしい、イエーイ、よかった、イエーイ、おいしい、せい、ありがとうございます、ありがとうございます、イエーイ、おいしい、おいしい、やったー、おいしいったら大変だぞ、おいしそう、イエーイ、Oh, this is so good. This is really good. Good ramen. Good ramen. Okay? Thank you. Thank you.はい、すみません。おかわり、お願いします。そんな、これ、多分、完全に鮮度なんで。わかんないもんね。わからんらしい。あ、いや。いろいろほらね、名前はいろんな書き方があるからね。西郷隆盛と。死刑になった人みたいな。そうですね、まだ生まれ変わりみたいな。平治の落ち武道の話、平治の落ち武道の話、何が、ああこれってこと、すごい勉強するね、無理だ、何もならないっていう、そういう人って確かに、ほら大久保構造やったっけ、何回忘れる、まだ都心人になってないんです、構造やったっけ、構造なんでこのマークっていう少年が、はい、It's guest、 ありがとうございます、はい、どうもね、気をつけてね、はい、はい、ありがとうございました、お疲れ様でした、ありがとうございます、どうもありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、ごちそうさまでした、どうもね。